まもなく公開収録スタートいたします。今しばらくお待ちください。やりきったやりきった手作り感があるね。みんな楽しみにしてくれてそうで、チャンピオンとか北村先生とか中野さんとかに会えるなんてないじゃないですか。暑いっすね。暑いっすね。いきます行く。いいよ。皆さんこんばんは。こんばんは。うわすごい人だな。あこっちにもいっぱい。こっちにも。ありがとうございます皆さん。こんばんは。ファンタスティックス堀夏希です。はじめましての公開収録ということで、さっきまで実は中野さんとロケをしてまして、はい、番組のロケを朝からしてたんですけど、この調子でこのままついてきちゃいました。すいません。番組の今のオープニングもね、この真上で一緒に撮りましたよね。はい、楽しかった。楽しかった。楽しかった。楽しかったですか。よかったです。嬉しい。今日もパシャパシャ、撮ってもらいたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、さて今日はですね、名古屋オアシス21銀河の広場にあります氷じゃないスケートリンク豊田合成リンクから、念願の公開収録となります。よろしくお願いします。これだからチャンネル登録者が10万人達成したらやろうっていう話をしてからおよそ1年。あと10万人達成して何かやりたいことは、なんか会えるね感じのやつもやってみたいですよね。イベント的なこと、公開収録もそうですけど、ようやく実現することができました。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。それでは早速ホリカンファミリー感謝の集いコーナーということで、まあ、今年1年ですね、番組で活躍した方を3つの部門に分けて表彰していきたいと思います。まずはじゃじゃーん、いっぱい出たでしょう。わかりやすいですね。はい、ご登場いただきましょう。どうぞ。皆さんご存知、チャンピオンです。どうも。照れちゃった、照れちゃった。さあ行きましょう。いっぱい出たでしょう、チャンピオン殿。あなたは今年なんと11回も出演、いっぱい出てくれて、いつもいっぱいいっぱいになりながら頑張ってくれました。よってここにいっぱい出たでしょうをお送りします。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、どうですかチャンピオン。いろんなことできて楽しかったです。はい、最近だとあれじゃないですか、クランプとあのバレーのジャンプとかやってますか毎日。あのクランプはもう忘れたんですけど一番グーチョキバーですねって言ってたじゃないですかバレーのジャンプはだいたい毎日やってます。マジですか。本当に足をね、作って、手を作って、はい、しゃがんで、はい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 、です。まあ、いつも こんな感じなんですよね。せっかくお客さんいらっしゃってるんで、はい、いつものカンペでございます。こちらですね、どどん。突然ですが、いろいろな堀夏を生で見てほしいので、あのゲームをやります。でん、箱の中身は何だろうな。今年番組の中で登場したあるものを入れてございますので、それが何なのかということをちょっと当てていただきたいと思います。
得意ですよね。得意です。はい、顔と言葉に出さないようにしてください。頼みますよ、本当に。いいですか。はい、どうぞどうぞ。めくります。はい、はあはあはあ、クスクスケースね。では、はい、待って、チャンピオン、チャンピオン見てください、一回。あの、準備したから知ってんだ、知ってんだ、すいません。なんだ。はい、じゃあ、意を決して、はい、手を入れてください。はい、お願いします。いきます。さあ、行こう。これ、今、全然まだまだまだ、触らない。まだいける。アップ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 。おー、あったあったあった。おい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 、そんなに上じゃないじゃん。意外とすぐ当たりました、みんな。上のパターンあるんだ。え、ちょっと待って待って待って、マジで。何これ何これ何これ。ウマ虫みたいな、なんか。え、触りに来てない、なんか。気持ち悪い、気持ち悪い。ちょっと、分かった分かった、分かったぞ、この野郎。びっくりさせやがって。こうなったらいっぱい触ってやっかんな。分かりました。はい、じゃあ、はい、答えをどうぞ。夏祭りの企画の時にたくさん買いすぎたスーパーボールじゃなくて、じゃなくて、もうちょっと触って。うん、もうちょっとグッと触る。あ、なんかでも渦巻いてする気がする。あ、ちっちゃいうんち。あ、間違えた。正解。いいですか、見て。お、めっちゃ光ってる。あ、こんな光ってたんだ。あー、ちょっとびっくりしたな。はい、はい、というコーナーをちょこちょこ挟んでいきます。いいっすね。はい、どうでしょう。じゃあ、続いてのフリップ、ドン。お世話になったでしょう。あー、お世話になった方はたくさんいますけども、登場していただきましょう。北村先生でございます、どうぞ。あー、こんばんは。こんばんは。お世話になります。お世話になります。ということで、こんばんは。では早速、表彰させていただきます。お世話になったでしょう。北村先生、あなたは私の思いつきで始めたスパイスカレー作りを何度も試作を重ね、商品化できるまで監修してくれました。よって、ここにお世話になったでしょうをお送りします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。いや、本当にお世話になりましたね。商品化も含めて実現してくれたのは北村先生ですから。いや、たくさんの方に買っていただきまして、ね、はい、食べていただいている方見えるかな。そうですね、カレー届いたよっていう方いらっしゃいますか。 ありがとうございます、ね、ちょっとまだ買ったけどもう届いてないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、あの、順次届くと思うんですけど。美味しかった、美味しかった、美味しかったですか。堀夏くんのスパイスの、ね、選び方がね、素晴らしかったですね。あ、本当ですか。うん、香りがすごくいいです。いや、嬉しいな。来年も北村先生には絶対にお世話になると思いますんで。いやいやいや、堀夏レストランみたいなの ねそのうちね、あるかもしれないですからね。いいですよね。ゆくゆくはいろんな料理挑戦して、はい、はい、ぜひ、楽しみにしてます。また今後も、はい、一緒にやっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。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 事前に募集した質問に生で、答えていきたいと思います。たくさん質問くれてますね、皆さん。本当ありがとうございます。手間ってめんどくさいじゃんってなって、会えなくて寂しいよっていうメールがいっぱい来る。まだまだ感謝したい人がたくさんいらっしゃいますので、続いてはこちら、超コスパいいでしょうということで、こちらの方はですね、今日本にはいないということで、まずは感謝状を読み上げたいと思います。超コスパいいでしょう、ジミー殿。あなたは1日の収録で合計6本分もの撮れ高を上げた上、予定より巻いてロケを終わらせました。よってここに超コスパいいでしょうをお送りいたしますということでね。予定では8時終わりだったはずのロケが7時に終わって早く帰れました。そんなジミー、今ね、ちょっとタイ、バンコクで、まあ、活動があるいろいろイベント出たりとか、サイキックフィーバー単独公演もタイで控えているということで、
電話を、はい、つなぎたいと思います。かかった。え、出ないとかある。あ、出た出た出た。やば。お疲れ様です。お疲れ。ジミー、今ね、僕らの青春の地オアシス21で公開収録しています。わー、すごい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 よね。皆さんこんばんは。あ、ごめん、寝てる。今回ね、ジミーが超コスパいいでしょうに輝きました。おめでとうございます。ありがとうございます。初めて出てくれたじゃないですか。そうですね。どうでした？はい、いや、もう本当一日中撮影だったじゃないですか、うん、一緒にいることとかあんま遊びに行くこともできなかったんで、はい、仕事でこんな時間を過ごしてもらうなんてすごく光栄でした。おー、そうそうそう。最後にふんって笑うのやめてくんない？バカにしてるでしょ。しないしない、ね、イーサは今いる？イーサはいますよ、そこに。今こっちでみんなレコーディングしてて。え、イーサちょっと 顔出して。イーサ顔出して。あ、お疲れ。お疲れ様です。お疲れ。こんばんは。こんばんは。え、出てくれます？イーサも。ぜひ出させてください。お願いします。お願いしますね。じゃあ良いお年をということで、はい、ね、年内は帰ってこないと思うので、良いお年を。じゃあね。ありがとうございます。ありがとう。バイバイ。おやすみなさい。バイバイ。受賞された、まあ、3人だけじゃなくてね、中野さん含めていろんな方にお世話になってますし、まあ、皆さんが見てくれてるからこそできると思ってます。本当に皆さんいつもありがとうございます。引き続きね、第2部もありますので、しばらくお待ちください。ありがとうございました。メリークリスマス、良いお年を。皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして、僕にやってほしい企画などをコメント欄にてたくさんお待ちしております。よろしくね。イエーイ。